ヘブンズドア、今心の扉は開かれる。人気漫画家岸辺露伴、彼は人の心や記憶を本にして読むことができる。この世で最も黒い色を見たことがあるか。最も黒く邪悪ない、邪悪。露伴史上最も恐ろしい事件が待ち受ける。だが行く必要がある。岸辺露伴、ルーブルへ行く。